茶谷健太です。主にミュージカルで俳優をやらせていただいております。子供の頃から、ダンス、歌、まあ、バレエとか、エレクトーンとかもやらせて習い事でやらせていただいてて、で小学校6年生の時に初めてミュージカルの舞台に立たせていただきました。母親の勧めで高校は埼玉県にある芸術総合高校という舞台芸術科のある学校に通わせていただいていて、男の子が3年間でクラス男子1人でした。なのでライバルのいない環境で、踊ったり芝居をしたりしておりました。で東宝も母親の勧めで、子供の頃からやってるので、 あまり長く大学に行かず2年間でプロの世界に行ける学校でいいんじゃないかということと、蜷川教授がいらっしゃったので東宝学園に受験させていただきました。指定校推薦だったので面接だけで受かりました。東宝での思い出はたくさんあるんですけど、まあ、特に東宝祭、支援会卒業公演がありまして、東宝祭は、2年生の時にチャタミュという自分がオリジナルで作詞作曲本も書いたミュージカルをやりました。で、その時に、松本まさきくんという、同期の男の子と2人でやったんですけど、その子ともう1年生の夏の時からもうオリジナルのミュージカル作ろうっていう話になって1年間その作品を作ってやりました。うまくいったとは思いますが反省点もたくさんある作品でした。支援会はですね、春の目覚めという、スプリングアウェイクニングっていう名前でやりました。劇団四季さんもやられてた作品なんですけど、その時にモリツという、2幕の頭で自殺をする役がありまして、かなり苦労しました。もう死というものが全然わからなくて、もう何度も何度も泣いて もがき苦しみながらやった作品でした。で卒業公演は三文オペラという作品でピーチャムという役をやらせていただいたんですけど、もうこれも本当に難解な役で、演出家のペーター・ゲスナー教授がもう手取り足取り教えてくださって、今でもペーター・ゲスナーの教えは、僕のミュージカル人生にとって欠かせない存在になってます。で、どの作品を通じても、松本まさきという存在は本当に本当に大きな存在で、もう1年生の頃から僕にはないものをたくさん持っていました。で、高校の頃男の子1人だったんでライバルがいなかったんですけど、大学では松本まさきというライバルがいたので、今でも意識し続けている相手です。東宝のいいところはですね、ズバリ演劇業界で生きていく難しさをきちんと教えてくれるところですかね。入学したてでどの教授の方か忘れたんですけど、もう演劇界で食べていけると思うなみたいなことを言われて、もうちんぷんかんぷんだったんですけど、今卒業した身として考えると、いや本当に大変だなと思います。もう今でも僕はバイトをしながらミュージカルの舞台に立たせてもらってるんで、本当に生きていくのは難しいなって思いますし、もう一個いいところ挙げるとしたら、もう本当にすごく忙しくて、東宝時代がもうなんかいろんな授業のいろんな課題をもう一斉に取り組まなきゃいけないから、もうてんやわんやになっちゃってたんですけど、卒業してみたらもうそんなことほとんどなくて、もう1個の作品に集中か2個か3つぐらいを同時進行ぐらいなので、東宝に勝る忙しさはない。なので東宝を経験すれば怖いものはないと思います。卒業してからはいろんな作品に立たせていただきました。 2.5 次元ミュージカルとか、ストレートプレイとか、ライブにも立たせていただいたんですけど、その中でも自分のターニングポイントになっている作品が、今年9月から11月まで上演されるナイツテイルというミュージカルでして、帝国劇場の作品です。で、主役が堂本光一さんと井上芳雄さん、ミュージカル界を引っ張ってきたお二方で、演出家がジョン・ケアードというレミゼラブルの初演を作り上げた方です。もう本当にその作品の稽古も本番ももう宝物みたいな時間がたくさんありまして、で初日の帝国劇場に初めて立った日は本当に忘れられません。もう客席からの拍手といい、もうその時のもう1分1秒全部忘れられない思い出になってます。コロナ禍でもう世の中の作品がたくさん中止
延期になっている中、僕は奇跡的にほとんどの作品が、公演が一部中止はあったんですけど、ほとんどの舞台に立つことができました。でもその中でも本当にたくさんの方の努力、尽力がありまして、もうスタッフさん方が僕らが休憩している時にも床を全部消毒したり、小道具とかを全部もう拭き上げて消毒したり、あとやっぱそのご飯を食べる環境とかもしっかり作ってくださって、もう誰ともこう面と向かわないようにこう囲まれてる空間を作ってくださったりとか、劇場もコロナ感染しないようにという、もう工夫がたくさんされてまして、でキャスト同士ももう絶対にご飯に行かない、もう稽古場と家の行き来を繰り返したり、本当に演劇業界たくさんの方々がもう努力し続けてるおかげで、今こうやっていろんな作品ができているので、このままコロナがちゃんと収束して、みんなが笑顔に舞台ができる世の中が来てくれたらいいなと思います。卒業して苦労したことって言われても、僕自身があんまり苦労したっていう、あんまなんかそういう気持ちがなくて、なんか周りに助けられてるって感じなんですけど、その中でも唯一あるとしたら、その自分の好きなことで仕事をしてちゃんとお給料をいただいてやっている時と、やっぱ普通にバイトをして稼いでる時、自分の好きなこととはかけ離れてるバイトをしてる時に、やっぱり気持ちが全然違くて、なんで自分今こんなことやってるんだろうってバイトをやってる時に思うんですね。特にやっぱ好きなことから離れてるんで、なのでやっぱそういう時は知り合いの舞台を観劇しに行ったりとか、歌を歌いに行ったり、踊りのレッスンを受けに行ったりして、好きなことに触れることによって、ちゃんと気持ちがこう正常に保たれるというか、元気な気持ちで舞台をに突き進めるので、そういうメンタル面がきつい時は好きなことを全力でやって楽しんでおります。自分自身と向き合いながら、後悔のない進路を選んでいただけたらと思います。東邦学園芸術短期大学。